どうもこんにちは、ポトフです。夏に聴きたい曲というのを募集していますが、ですね、ヒゲフレディさんね、アンカーとかもやってます、ヒゲフレディさんからもリクエストをいただきました。ただですね、惜しいことに夏の終わりに聴きたい曲をリクエストしていただきました。夏の終わりに聴きたい曲を配信しているのはチルニーさんですけどね。はい。まあ、けどせっかくなのでね、こちらでも流したいと思います。ちょっとでは、ヒゲさんのコメントです。どうぞ。夏の終わりに聴きたい曲、リクエストします。ヒゲフレディです。夏といえば、様々な音楽フェスティバルが開かれますね。僕は昔、毎年のようにジャズの、野外音楽祭、ライブアンダーザスカイっていうのがね、ありまして、それ毎年のように行っておりました。わざわざ東京の読売ランドイーストまで行ってですね、マイルス・デイビスを何年か連続で見たりとか、でもまあその辺の曲は今日はリクエストしません。一つ、夏の音楽フェスティバル、野外の音楽フェスティバルで一つものすごく飛び抜けて印象的だった、一年しか行われなかったフェスティバルで、これもしかしてコールインって1分？はい、ということで、曲の紹介までたどり着いてくれませんでしたが、1分なんですね、コールインって。初めて知りました。では続きをどうぞ。すいません、コールインは1分しか録音できないようでした。手短に話します。でですね、夏の音楽フェスティバルとしてすごく印象に残っているのが、愛知県の豊橋で行われた、ブラックヘリテージフェスティバルっていうのがありました。タイトル通り、黒人ミュージシャンばっかりを集めて、そのドロッドロのもうディープな感じの音楽ばっかりを聞くことができるというものでしたけれども、そこで聞いたダーティーダズンブラスバンド、ブラスバンドですね。マーチングバンド。これがもう最高でございました。やっぱりね、マーチングバンドの演奏はね、レコードで聞くのもいいですけれども、生で聞くと最高。超興奮。あ、これ多分ね、1分で遅れないですね。コールインその3に続くと思います。はい。アーティスト名まではたどり着きました。ダーティーダズンブラスバンドということで、アーティスト名までたどり着きましたけども、彼らの何の曲なんでしょうか。はい、さらに続きを聞いてください。どうぞ。すいません、コールインその3です。ダーティーダズンブラスバンドというアメリカ南部のブラスバンドの曲で、リクエストをどれにしようかなと思ったんですが、今日はこれにしておきます。ザ・フリントストーンズ・ミーツ・ザ・プレジデントという曲をリクエストします。みんなで更新しながら聴く音楽でございまして、この人たちの音楽の特徴はですね、やっぱこう、リズムパターンですね。タンツン、タダスタスタダスタタツタタンツン、タダスタスタタツタダスタみたいな、こういうリズムが、基本ですね、この人たちはね。というわけでよろしくお願いします。ちなみにフリントストーンというのは昔アニメーションでありましたね。日本でも放送されてました。原始家族フリントストーンなんてね、原始時代の物語を描いたものでした。ではポトフさん、よろしくお願いします。はい、ということでヒゲさん、ありがとうございます。ですね、なんと3回に分けて、それもな、3回ともフルにほとんど使った形で、リクエストを送っていただきましたけども、ありがとうございます。まあ、ということで、この後、ヒゲフレディさんからのリクエスト曲ですね。ダーティーダズンプラスバンドで、ザ・フリントストーン・ミー・ザ・プレジント。どうぞ。はい、ということで、ヒゲフレディさんからのリクエスト曲を流しました。今回は完全に、ヒゲフレディ3回となりまして、若干乗っ取られた感じはありますが、はい。まあ、私のあまり聞かないジャンルなところでですね、なかなか興味深く聞かせてもらいました。で、まあ、ちょっと私もこの後なんか一曲流そうかなと
思っていてですね。で、まああまりこの辺を聞かないので、ちょっと何を流そうかなということで、リズミックな曲を流そうかなと思います。まあジャズなんですけども、まあちょっとドラムがなかなかいい感じのですね、ジョー・ヘンダーソン&ウィントン・ケリーの曲で4という曲を流そうと思います。ではまたまだもうちょっとだけ夏に聞きたい曲を募集します。あの夏の終わりに聞きたい曲はもうこちらに送っていただいても嬉しいんですけども、なんならチルニーさんの方に送っていただいてもいいかなと思っております。ということでポトフでした。じゃあね。ということで、ティエフレディさんのね、リクエスト曲を流しまして、その後にね、あの小倉さんからですね、ヒゲフレディさんの紹介していただいたダーティーダズンブラスバンドについてのね、言及と、なんかご自身のセッションで曲を流されてたので、ちょっとそれを引用しまして、で、そうですね、ステーションでは曲は流さないけど、 Spotify のプレイリストは小倉さんが流されてた曲も追加しちゃおうかなと、はい、思ってます。これでエピソードにも追加しちゃおうかなと思ってます。ではではでは。